はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書1章の内容のテスト対策やっていきます。で、前回同様10問の計算練習です。今回は乗法と除法、掛け算割り算が入ってる方ね。で、最初の方の動画に比べるとちょっと簡単な問題も入ってるんですが、正確に、もちろん10問全部正解を目指すところ、正確に解くっていうところと、あと早く解くっていう、この2つのテーマを頭に置いた上で、ぜひここで一回動画止めてチャレンジしてみてください。で、終わった後に、ちょっとね、不安なのとか、あとね、確認したいのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちなみに、自分がね、これ10問作ってガチで解いた時に、かかったのが2分23秒でした。見直しも入れてね、もちろん。で、10問正解するっていう。だから、もちろんそれをね、これを超えなきゃいけないとか、そういうわけじゃないんだけど、まあ、参考記録でね、思っておいてください。じゃあ、行くよ。まず最初ね、もうシンプルなんで、さっとトントンといきます。掛け算でマイナス同士。だから答えはプラス。で、6、3、18だから、答えは18と。で、次も掛け算。で、プラスとマイナス。符号は違うので、掛け算の場合は答えは負になる。つまり、マイナス。で、0.5×4 やると、ごめん、答えが、はい、マイナス忘れた。答えが2だね。だから、マイナス2と。こうなります。で、まあ、小数ね、ちょっと小学校の時から苦手な方もいると思うので、一応確認。掛け算、筆算やると、4、5、20でこうなる。小数点1個分あるので、1個分持ってきて、ここ。小数点の右の0が消えるから、2っていうね。では、次3番です。で、4割るマイナス3。で、これ、筆算でやるっていく人がね、出てきちゃうんですけど、これ筆算やっちゃダメです。4割る3の場合は特にね。で、まず、プラスとマイナスだから、割り算も掛け算と同じルールで、符号が違うものを割ってるから、答えはマイナスです。こう。で、小学校の時やりましたけど、もちろん小学校マイナスはやってないんでね。4割る3。これ、分数にします。割り算っていうのは4割る3が来たらこうね。こっち。右回転。だからこれ3分の4になります。つまりこれもマイナス3分の4。で、これで終了となります。で、基本的に、例えば、10割るマイナス2って来たら、これは答えマイナスで、10割る2は割り切れるから5っていけるじゃないですか。これは別にいいんですけど、割り切れないときは基本的にもう分数にしようっていう風に思ってください。中学校入ったらこの後筆算していこうみたいな。例えばね、じゃあ6割るマイナス5ってあるじゃないですか。これまた答えマイナスになりますよね。で、6割る5だからこれ筆算すると割り切れるんですよ。確かにこうやって 1.2 って、ただマイナス 1.2 って書いてももちろん丸なの。丸なんだけど、もう6割る5がその整数にならない答えが、小数点が出てきてしまうって思ったら、6と5だからこうやってマイナス5分の6にした方がいい。これも丸だから。いや、私は少数派です。みたいなね。方もたまにいるんですけど、4割る3、これ筆算したらわかるように、これ割り切れません。一生続きます。1.333333 って。その場合は 1.333333 って書いても罰を食らうので、だったらもう絶対丸がもらえる分数にしてしまった方が安心でしょ。だから個人的にはそっちでお願いします。どうしてもね、私は小数を押してるんだという場合は、じゃあ小数できるときは小数で、できないときは分数でももちろん構わないんですけど。で、4番ですね。もうね、揺れてるね。次は割り算でマイナス同士だから答えはプラスになります。で、3分の10割る2。で、まあ、これは、掛け算に直して、2っていうのがさ、1分の2なのね。1分の2。で、割り算の後ろってのはひっくり返すから、2分の1に変わります。こう。で、約分すると、プラスでいいんだよね。3分の5と。入ってるよね。オッケーオッケー。これで終了です。で、次です。次は、プラス。まあ、足し算も入ってます。混ぜました。で、まあ、あと、2個前の動画かなの時にやったように、足し算と掛け算が出てきたら、掛け算が先です。掛け割りが先ね。
足し引きは後です。だから先に、まあ、この部分、まあ、どっから、まあ、ここから行こうか。プラス5かけるマイナス2を先にやります。掛け算だから。で、まあ、6はね、ちょっと後でやるって言ったので、6は先に書いておきましょう。で、プラス5かけるマイナス2 っていうのは、符号が違うから答えはマイナス5に10だから、こう。ってなって、6-10 に変わりました。だから、6-10 だから、マイナス4と。ごめんね。こんな感じ。ごめん。ごめんね。ちょっと、喉がね。で、次はですね、掛け算、引き算、割り算があります。だから、掛け算と割り算が先です。で、この場合は、まずここ。3×カッコマイナス2と、カッコマイナス20割るカッコマイナス4をやります。このマイナスカッコになってるからここ先にってやってももちろんいいんですけど、自分は先に計算しちゃいたい方なので、ここ行くと、3×マイナス2なんで、マイナス6。ここに残ってる引き算書きましょう。書く。で、マイナス20割るマイナス4だから、マイナス同士なんでプラスだよね。で、20割る4は5だから、まあ、プラスを書かないでいけば、こうなる。マイナス6引く5。かなり簡単になりましたね。で、あとはこれ計算して、マイナス11と。これで OK となります。で、今回もいつもね、赤、青って交互にやっていくんですけど、ここが青、赤の方が多分見やすいと思うので、こっち青でいきましょう。で、これは、掛け算と割り算のみです。足し引きがないんで、まあ、一気にやっていけると。で、ここやって、その後これ計算でもいいんですけど、まあ、自分の好みとしては一気にやってしまいたい。楽なのでね。だから長い分数の棒で一気にやってしまいます。で、まず大事なのは、全部一気に計算するんですけど、マイナスの数を数える。で、マイナスが今、1、2、2個、偶数個なので、答えはプラスです。お前書く必要ないんだけど、一応書く、今はね。説明上、プラスになる。で、まず5分の3をそのまま5分の3と書きます。で、次4です。いや、マイナスに関してはもうここで使ってるので無視していいです。もうなくなったと思ってください。で、4は1分の4と同じなので、まあ、ちゃんと書くなら1分の4です。でも1分の意味ないから普通に4上だけに書いちゃっていいからね。で、割る5分の6、割り算の後ろはひっくり返すから、かけるって書いて、6分の5。で、あとは約分していきます。同じなんで切ります。ここが3がなくなって2が残る。消えて2が残る。下消えました。で、上は2だけ残りました。で、プラスだね。なので、答えは2と。まあ、プラス書く必要ないからね。これで OK。で、右も、まあ、似たタイプの問題です。割り算と掛け算しかありません。だから一気に倒しに行くんですが、指数、2乗があるので、まずこいつから計算します。こいつだけ、2乗をね。で、カッコマイナス3の2乗。カッコの外にある2乗は、カッコ丸ごと2個かけてねって意味です。こういうこと。カッコ丸ごとね。つまり9です、こいつは。プラスのね。で、分かった上で一気に行きましょう。ちょっと計算したんで消しちゃおうか。で、今、プラス、プラス、マイナス、マイナス1個です。マイナスが奇数個なので、答えもマイナスになります。これ最後忘れないように気をつけてね。こうなる。で、5分の6はそのまま書きましょう。で、9もね、1分の9なんで、まあ上だけに9書いても OK です。こんな感じで。で、次かける3分の10。もう掛け算の後ろだから、ごめん、間違ったね。割るだった。ごめんごめん。1分の9だから割り算の後ろひっくり返すんで、下に9だね。で、書くんだったら1を書く。書く必要ないんだけど。で、掛け算の後ろはそのままの順番だから、3分の10と。で、あと約分。5と10からいこうか。消えて、ここ2が残ります。消えて、2が残ります。あと残らないかな。あとできないよね。9と、上が2にが4か。で、マイナス、忘れずに、マイナス9分の4と。これで終了です。さあ、あと2問。で、こっちが小数、分数、コラボですね。こっち小数のみになってるんですけど、で、これはですね、まあ、例えば、特にこっちなんですけど、これって小数だから、これとこれ計算して、その答えをまたこれで割るっていう、
少数ですね、筆算してってもできるっていうタイプも多いんですけど、個人的にはもう少数はね、全部分数に直しちゃうといい。と思ってる。分数を少数に直すんじゃなくて、少数を分数に直します。そうすると、後で書きますけど、これも分数に直す。分数、分数、分数だから、結局これと同じタイプで解けるんだよね。一気に解いちゃえ、みたいな。で、自分はやっちゃいます。少数の方行くと結構計算ミス多くなっちゃうんで。で、どう直すかっていうと、これ小学校で習ってて、0.8、一番右から小数点1個ずれてますよね。一番右からね、1個。1個ずれてたら下に10分のをつければいいんです。で、ここの数字、8を乗せる。これもそうです。まあ、マイナス言いますけど、小数点右から1個ずれてるんで、10分の12ね。まあ、マイナスがつきます。こうやって直すことができる。で、あとは一気にやってしまいます。プラス、プラス、マイナス。マイナス1個なので、答えもマイナスです。で、長い棒を書いて、10分の8。まあ、この状態で約分してもいいですけど、まあ、このまま言っちゃいます。掛け算の後ろはそのままの順番で、2分の3。割り算の後ろはひっくり返すから、12分の10と。こうやってやる。では、10が同じなんで切りましょう。これが4になって、これが4になって、しかも消えるっていう。全部消えるんだよね。で、全部消えた時にたまに0って書く子がいるんだけど、全部消えたら1だからね。1分の1だから、残ってるの。つまり1。で、マイナスもいるから、答え、マイナス1と。これで終了です。たださっきも言ったように、このまま普通に計算して、こっち計算してで2回計算の方がいいですって方はそれでも構わないです。自分はこっちの方が好きなんで、これで押しますけど。で、次もそう同じですね。ちょっとここに長い棒書きたいんで書けないんですが、これは、まあ、こっちはいくよ。右から1個ずれてるから10分の5。これも1個だから10分の3。で、こいつは右から1、2個ずれてるんで、100分のになります。100分の135です。いい。で、マイナスが2個あるから、答えはプラス。長い棒いきます。まず最初の数、100分の135はそのまま書きましょう。割り算の後ろはひっくり返します。10分の5だったから、5分の10かける10分の3、割り算の後ろだからひっくり返すんで、3分の10。これが10が2個かけると100なんだよね。つまりまあこう10、10かけて100と消えるんです。もちろん1個ずつやっても構わないけど。で、135と5がいけます。5で割るとこ1になって、こっちが27だね。ん?やってる、27。うんって言っちゃったよ。で、27と3がもう一回できます。こういって、これが9になる。で、下全部1になって、上が9だけ残った。で、答え、プラスだから、答えは、9で終了と。こういった感じでやってみてください。まあ、この辺で出てきた計算の順序、掛け算割り算が先、足し算引き算が後っていうのをまず覚えて、まあ、前の動画でもやりましたけど、まあ、確認してもらって、指数は先に処理をすると。では、この分数小数に関しては、まあ、好みが分かれます。これもね、先にここ、マイナス 1.35 割る 0.5 やって、その答え割るマイナス 0.3 やっても、もちろん9出てきますんで、どっちでも構わないんですが、ひとまず、小数を分数に直す方法は覚えてください。ここで使わなくてもみんなは。ね、ぜひお願いします。では、今回は中学校1年生の一章のテスト対策やらせていただきました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きね、まあ、テスト対策ちょこちょこ取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。